皆様こんにちは1月21日の午後いかがお過ごしでしょうか1月21日日本の株式マーケットは大きく下落東京証券取引市場の株式指数であるトピックスは16.34ポイントの下落をマークしましたこれまでいい視野では 日本株を持たざるリスクについて考えるべきと述べてきましたが、こうした現状を踏まえ、一体どのように考えればよいのでしょうか。イーシア代表原田武雄に聞きます。21日の日本株マーケットは大きく下落しました。まずは率直なコメントを聞かせてください。 まあ率直に言いますと今です、ね、世界全体でマネーを取り巻くです、ね、環境が大きく動いているとただあの、表面的な現象にとら、ね、われるのではなくてそもそもこれからです、ね、起きる、まあ、出来事あるいはです、ね、その潮流というのがどういったその枠組みです、ね、の中で動いていくのかということを捉える必要があるのかなと思います。すなわちです、ね、私どもまあ様々な教材で申しし上げてきましたけれども 昨年の12月の半ばぐらいからです、ねえー、まあ金融マーケットだけではなくて安全保障等々です、ね、種々、えー、いろんな環境が、カチッと構造がいわば,いわばです、ねまあ、枠組みが決まってきたと、しかしその中にです、ねまあ、流されている、まあ、いわば水ですね、まあ、水というのはちょうどリクイディティで流動性、すなわちお金のことを指すわけですけれども、それが、ねえーまあ、流れが沿ってないというか、量が沿っていないというか、えー、元来あるその枠組み、まあ、この12月の半ばぐらいからの枠組みにです、ね、適正な形になってなかったと。 さまざ、あ、まな教材でむしろこれから起きるのはです、ね、大きな意味でその12月半ば以降で,す、ね、できているその世界全体の構造に適合したお金の流れであろうというふうに、まあ、申し上げてきたわけです。まあ、具体的には何かというとコモディティからエクイティへすなわち商品市場から株式市場へです、ね、本格的にお金が流れるための出来事であるということなんですね。でまあ、私どもとしては引き続き続、ねまあ、こういった、まあ、元来的なその構造と といういのを踏まえた上だ、えーまあ、今です、ね、まさに生じているこの大きな証明の向こう側において、えーまあ、いよいよです、ね、前から私どもが申し上げております、えー、日本株を持たざるリスクと,リスクという点がです、ね、より如実になっていくのではないかなとイーシアは昨年12月半ば頃より日本株を持たざるリスクについて考えるべきだと述べてきた経緯があります。 このこととの関係で現状をどのように解釈すべきなのでしょうか。 あのいやそうは言ってもです、ね、日本株下がってるじゃないかという声もあるかもしれませんけどもそうではなくて私どもの分析ですね、まあ、これは熱、ね、心なお客様方、まあ、あのご覧といただいていると思うんですけれども何もです、ねえーまあ、昨年の、まあ、12月半ば以降全く動きがないままです、ねえーまあ、なぜか日本マーケットだけが上昇していくということではなくて大きなです、ね、要因としてまさに、まあ、商品市場に今までたで、ね、まっていたお金、まあ、これにについて私どもとしては率直に申し 申し,申し上げまして、ね、昨年の12月で商品市場、コモディティについてピークアウトしている可能性が高いというふうに申し上げてきたんですが要するにそうやってです、ねまあ、いった一旦その,他の、えー、まあ部分でですね、余りがねになった、すなわちマネーのデッド入りで言えばですね、まあ、出が多くなるべきところからようやく出始めたというところで、まあ、いよいよです、ね、その意味での構造に合致した展開というのがこれから見られるんだろうなというふうに思うわけであります。ですので、ですすのいいろんな理由はですね、語られていて、まあ、 中国税がです、ね、動いてるんじゃないかとか、えー、まあドル安がドル高だとか、いろんな理由をやってますけれども、まあ、より大きな視点から現状を捉える必要があるのかなと、すなわちです、ね、これぐらいその大きく潮明が動いてくると、結局、熱狂する投資者たちは一体どこに向かうのか、まあ、ファンドとかです、ね、投資銀行たちはどこに向かうのかというと、最もまあ放置されてきた、今まで,です、ね、誰も目を,目を向けてこなかったものに、まあ、実際には、まあ、あらかじめ投資している場合が多いわけですけれども、えー、向かうと、それが一体何,何なのかと。 とということを今まさに考えるべきなんじゃないかなというふうに思うしたいです。 今後の見通し、特に私たち日本人は何を考え、どのように行動すればよいのかを教えてください。あの来週はです、ね、日本の国内の政治においても非常に大きな節目になってくるわけですけれども、えー、まあ俗にですね、えー、日本の場合には、日本のマーケットというのは日本の政治が動くときに動くんだと、まあ、これ、いろんな理由があるわけですね、もちろん国内的な理由もありますし、その国内的な理由を通じて動かされるその日本のマーケットというのをに睨みながら、 動いているヨーロッパ勢、あるいはアメリカ勢の影響する投資者たちがいるということで、まあ、実はこれはです、ね、えー、まあこういったその、まあ、一般的な皆様方にです、ね、ご覧いただけるようなコラム、あるいはさまざ、あ、ま、えー、な教材のです、ね、予告編では申し上げてこなかったんですけれども、実は本編の方ではでは、ね、有料教材の本編の方では、実は来週24日の週こそがです、ね、大きな正面になってくるだろうと、えー、すなわちかねてより私どもが申し上げているようなです、ね、日本株を持たざるリスクということをです、ね、えー、まあしっかりと考えなければならない。 そそういううういい展開になるだろうということこを実は言い続けてきたんですね、まあその前哨戦がまさに今現実として起こっているわけですけれどもじゃあ、一体どうなのかという点に関しましては今日1月21日にです、ね、リリースしました音声教材週刊原酒をこれでですね24日の週をしっかり見通していきましょうということで、えー、まあ詳しい分析をお届けしていますのでぜひそちらをですね参考にしていただければといいう,うに思いますありがとうございました。 次回も新鮮な分析をお届けいたします。どうぞお楽しみに。